はい、皆さんこんにちは、かっちゃんです。今日はクリスマスなんですけれども、リクエストをいただいてて、たすけるなさんシャンメントスの動画を母と見てめっちゃ爆笑しました。お母さん元気ですか？クリスマスのお菓子を作ってほしいでリクエストあって、もうクリスマスですね今日。ばあせん作れなかったんで申し訳ないですけど、今日はすごい簡単にね作れるお菓子ってことで、バームクーヘン、まあ、かっちゃんねショートケーキのスポンジがめっちゃ嫌いなんですよ。ダメなのあれ、スポンジを見るとっていう感じになるので、バームクーヘンを生地にしてバームクーヘンショートケーキを作りたいと思います。はい、じゃあまずバームクーヘン真ん中で切ります。いちご、いちごをスライスして間に挟んでいきます。こだま農園紅ほっぺ、紅ほっぺやめてください、ほんとやめてください。生クリーム、このバームクーヘンに生クリームを塗ってウィー、さっきカットしたいちごを乗せていきます。ウィーアッサー、ベリホッペウィーアッサー、そしてまた生クリーム、でまたこの上にバームクーヘンを重ねていきます。ウィー、じゃあ1段目はこんな風にできたので、タワーみたいにこう2段にしようと思うので、もう一個バームクーヘン、このバームクーヘンのこれを半分くらいめくります。ウィー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 、ワオワオ、でこんな感じになったのでこれを半分に切ります。でこのさっきの1段目のケーキの上にこれを乗せて、でこれまた同じようにいちごと生クリームを乗せていきます。でまぁ、ちょっとこのね切れ端のバームクーヘンは細かく切って穴埋めに使おうと思います。食べません、食べませんよ私は。はい、じゃあ今こうバームクーヘンケーキはタワーにできたので、一旦ね冷蔵庫に入れておきます。じゃあこっからいちごとマシュマロ、チョコペン、この3点を使ってオラフを作っていこうと思います。じゃあこのマシュマロがね顔になると思って、ここのね表面にオラフの顔を描いていきます。これ何？オラフか、これ。もういいや、これで。オラフ気取り！イチゴ。じゃ、このイチゴを半分で切って、上の部分をオラフの頭の帽子、下を胴体にしていきます。ででん、オラフ。なんか全然特徴をつかんでないオラフだよね。あ、鼻がない。鼻がないから、オレンジ色、オレンジ色のものってなんかある？え、人参しかないんだけど。ケーキに人参ってどうなの？人参。ショートケーキに人参、まあ、いや人参でいいや、人参、人参刺しとけ。似てないけど、オラフ。チョコペンでこんな感じで手も作ったので、これ刺します。あ、手折れた、手折れたわ。ありのままの姿見せ。はい、ということでこんな感じでオラフができたので、トッピングしていきたいと思います。オラフ見せるのよ。はい、じゃあ今こんな感じでできました。ありの自分になるの、普通のマシュマロの味ですね。うん、乳糖。うん、私ほんとスポンジ嫌いなんで、バームクーヘンで作るとスポンジの嫌な感じがなくて、バームクーヘンでケーキ作ると結構美味しいです。ほんとね、こうスポンジ焼くのって結構手間なんで、市販のやつは買ってもいいんですけど、バームクーヘンで作ると意外にこうケーキっぽくて美味しいです。一人用のバームクーヘンなんで、クリスマス以外とか、ね、誰かに贈り物であげるとかとかにもちょっとね、作るのにいいくらいのサイズです。ということで、簡単にできるんですけど、結構美味しかったです。ごちそうさまでした。
はい、ということで今日は市販のバームクーヘンでオラフケーキを作ってみた動画でした。多分スポンジ苦手な人って少ないかもしれないんですけど、私すごいスポンジが苦手なので、ほんとケーキもチーズケーキとかしか食べれないんですけど、バームクーヘンでこうやって作るとね、結構ショートケーキ苦手な人でも美味しくできるので、クリスマスは終わっちゃったんですけど、またなんかケーキ作る機会とかあったらぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイバイ、クリスマス。クリスマスっていいね。